マイクロソフトオフィスツールはすべてのマイクロソフトオフィス製品に含まれているソフトウェアコンポーネントである。オフィスデルブを使用するとオフィス365ユーザーはワンドライブまたはオフィス365のサイトに保存されているメール、会議、連絡先、ソーシャルネットワーク、ドキュメントを検索および管理できる。デルブは機械学習と 人工知能を使用して最も関連性の高い人とコンテンツを表示する。2015年4月、マイクロソフトはオフィス365ユーザー向けに App Store および Google Play で Office ブのモバイルバージョンをリリースした。マルティトゥールチャートマイクロソフトグラフは Excel や Access などのマイクロソフトオフィスプログラムでチャートやグラフを作成するオーレアプリケーションである。 このプログラムはビジュアルベーシックのオーレアプリケーションオブジェクトとして利用できる。マイクロソフトグラフは様々な種類のグラフをサポートしており、オフィス2003まではオフィスアプリケーション内でグラフを表示するためのコンポーネントとして使用されていた。Office 2007からは新しいグラフエンジンが搭載され、3D レンダリング、透明度、影などの高度なフォーマットをサポートし、 レイアウトをカスタマイズして様々な傾向を強調することもできるようになった。マイクロソフトグラフは互換性のために残っており、オフィスプログラムの挿入タブのオブジェクトメニューで使用できる。マイクロソフトチャートは、マイクロソフトが1980年代初期に出荷していたマイクロソフトマルチプレインと共に出荷され、当時成功していたロータス1から2から3と競合した。 マイクロソフトチャートはボックスデザインとメニューをマルチプレインと共有しマルチプレインデータをインポートできた。単純なグラフはグラフィックスモードで画面に描画された。当時は MS DOS がマルチタスクオペレーティングシステムではなかったためマルチプレインを終了してからチャートを読み込んでグラフを作成、描画する必要があった。1990年代初頭マイクロソフトチャートは マイクロソフトグラフに名前が変更された。ワードアートはテキストに飾り付けを行う機能である。テクスチャ、アウトライン、標準のフォント書式で利用できない多くの飾り付けなど、様々な特殊効果を備えた定型装飾をされたテキストを作成できる。例えば、影を作成し、テキストの形状を回転、曲げ、引き伸ばしをすることができます。ワードアートでは、 マイクロソフトワードが提供する30種類のスタイルを標準で使用できるが、ワードアートツールバーと描画ツールバー、または、Office 2007よび2010の、ワードアートツールタブで使用できるツールを使用して、カスタマイズすることもできる。加えて、Excel、Microsoft PowerPoint、Microsoft Publisher でも利用できる。オフィス2010以降は、テキストに、影、面取り、交際、 ぼかし、反射などの書式効果を適用できる。オフィス2007では、ワードアートは、エクセルとパワーポイントで再設計され、新しいスタイルと効果が追加され、通常のテキストボックスに適用できるようになった。パワーポイントワードエクセルおよびアウトルックのリボンの挿入タブにあるスマートアートは、新しいダイアグラムオブジェクトである。リストプロセスサイクル 階層などのカテゴリーに115個のスマートアートテンプレートが用意されている。スマートアートが挿入されると、その横にテキスト作業ウィンドウが表示され、階層レベルでテキストを入力するようユーザーをガイドする。デザインに基づいてテキストのアウトラインがダイアグラムにマップされ、図形やテキストは最適なサイズに自動的に変更される。クイックスタイルを使うと、色、 本ント、3D などの様々な効果を変更でき、各効果は個別にも変更できる。スマートアートは2006年からオフィスに含まれている。マイクロソフトビンダーは、もともとマイクロソフトオフィス95、97、2000に含まれていたアプリケーションで、異なる種類のオーレ2.0オブジェクトを一つのファイルにまとめることができた。オフィス2000で廃止された。 マイクロソフトビンダーのファイル名拡張子は OBD Office ビンダーテンプレート形式は a b ッ t だった。マイクロソフト Office ダーウィザードは拡張子、Abs であった。ビンダーファイルはアドインをインストールすることで Office 2003までは開くことができた。Office 97 Unbind はマイクロソフトウェブサイトからダウンロードすることができる。 マイクロソフトデータアナライザー2002はマイクロソフトオフィス XP に同梱された。マイクロソフトは当初マキシメルイノベーティブインテリジェンスのソフトウェアを購入した。マキシメルの MAX 製品はマイクロソフトデータアナライザーとしてブランド変更された。スタンドアロンアプリケーションでありオフィス XP スイートに同梱された。最後のバージョンは3.5である。 m i マイクロソフ t データアナライザーでは、データとデータの傾向を分析、視覚化でき、SQL サーバーアナリシスサービスと統合されていた。生成されたレポートとグラフは、HTML、Microsoft Excel、または Microsoft PowerPoint ファイルとして保存できた。Microsoft Office Document Scanning は、Office XP で最初に導入された、スキャン及び、光学式文字認識アプリケーションである。 OCR エンジンはニュアンス社のアマニピッチを利用していた。モッツは紙文書のアーカイブコピーの作成に適しており、OCR データを MDI ファイルと TIFF ファイルの両方に埋め込むことができた。これによりファイルのテキスト検索が可能になり、Windows Search で紙文書の検索が可能となった。Microsoft Office Document i m a g i n を使用すると、 マイクロソフトオフィスドキュメントスキャニングによってスキャンされた紙文書の編集及び注釈の追加ができる。オフィス XP で最初に導入され、オフィス2003及びオフィス2007に搭載された。オフィス2010以降では使用できなくなったが、以前のバージョンのマイクロソフトオフィスからインストールしておくとオフィス2010でも使用できる。マイクロソフトは ユーザーが一つ以上の MDI ファイルを TIFF に変換できるコマンドラインツールである MDI2TIFF ファイルコンバーターを提供している。文字はタグ付き画像ファイル形式と MDI と呼ばれる独自形式をサポートしている。OCR プロセスから生成されたテキストを元の TIFF ファイルに保存することができる。ただし、 文字は TIFF 標準仕様とは異なる TIFF ファイルを生成するため他の TIFF 互換プログラムで利用できないことがある。デフォルトモードでは OCR エンジンは必要に応じてページのスキューを調整しページの向きを変更する。Office 2003サービスパック3以降文字はサービスパックのセキュリティ変更の一部としてタグ付き画像ファイル形式ファイルとの関連付けが 行われなくなった。また、TIFF ファイルでの JPEG 圧縮をサポートしなくなった。モッツと文字は Office2010 以降使用できなくなったが、マイクロソフトは SharePoint Designer2007 または古い Office ィ,ィアから文字コンポーネントをインストールすることで回避策を推奨している。プログラマビリティ文字はコンポーネントオブジェクトモデルを介して、 ドキュメントとイメージオブジェクトを公開している ocr エンジンを使用してスキャン画像をテキストに変換できる。文字オブジェクトモデルには Microsoft Office ドキュメントイメージング11.0タイプライブラリーへの参照を使用して、コンポーネントオブジェクトモデルをサポートする。開発ツールからアクセスできます。文字ビューアーコントロールは microsoft Office ドキュメントイメージングビューワー。 コントロール11.0または12.0をアプリケーションプロジェクトに追加することにより、ActiveX コントロールをサポートする開発ツールからアクセスできる。文字関連のコンポーネントは C、プログラムファイルズ、コモンファイルズ、マイクロソフトシェアード文字にインストールされている。Office XP に文字自体は含まれていたが、プログラミングは可能ではなかった。文字コントロールは オフィス2003で、初めて利用可能になった。dim import file as string イコール c テストマルティピッチ tiff.dim straletext as string イコール .dim doc 1 as 文字ドキュメント .doc 1イ,イコールニュー文字ドキュメント .doc 1 create.doc 1 ocr this wheel ocr all pages of a マルチページ tiff フ,ファイル .doc 1 save. This will save the disked real-linted images, and the OCR text, back to the import file. For image-counter as integer equal to, work your way through each page of results.strategy text and equal doc1 images, layout, text, disputes the OCR results into a string.next.file, append the text, write the OCR file out to disk. ドック1、クローズ、クリーンアップ。ドック1イコールナッシング。MDI ファイル形式文字は独自形式である。ND ファイル明確調子を使い、OCR プロセスで生成されたテキスト、注釈、メタデータをスキャンされた紙文書に保存する。MDI は TIFF の派生形である。TIFF との主な違いは次の通りである。 オフィスウェブコンポーネンツは Office2000、XP および2003で利用可能な一連のオーレコンポーネントである。これらの ActiveX コントロールは Web ページ、Visual Basic、Visual Basic for Applications よび Windows フォームズに追加できた。ウシュは COM 準拠のコンポーネントオブジェクトモデルプログラミング言語で使用できた。Microsoft Excel マイクロソフトアクセス、マイクロソフトプロジェクト、マイクロソフトフランページなどのアプリケーションでは、オフィスウェブコンポーネントを使用してインタラクティブな、ウェブページを作成できた。ウッシュには次のコンポーネントが含まれていた。オフィスウェブサーバーは、オフィスプロジェクトサーバー2007の一部を除き、オフィス2007で廃止されたが、引き続きマイクロソフトのウェブサイトからダウンロードできた。ウシュの完全な代替品は、 現在も提供されていないが、サードパーティ製品、エクセルサービス、またはビジュアルスタジオツールズ f オフィスを組み合わせることで、同様の機能を提供できる。ピボットテーブルウェブコンポーネントは、Windows 7で問題が発生する場合がある。多くの場合、問題は IE の新しいセキュリティ設定に関連しており、関連するインターネットゾーンの制限を緩和し、 アクティベックスコントロールとドメイン間アクセスを許可することで解決できる。ページがコンピューター上でローカルホストされている場合、ゾーンの設定は IE インターフェースからアクセスできず、レジストリを編集して変更する。マイクロソフトクリップオーガナイザーは、ユーザーがプレゼンテーション、文書やその他のオフィスドキュメントに含める画像、写真、音声、 ビデオなどのメディアクリップを検索できるクリップアート整理のためのソフトウェアです。様々なメディアクリップが付属しており、マイクロソフトオフィスオンラインウェブサイトでより多くの選択肢を提供していた。デザインサイエンスにより開発された数式エディタでウ i ジーウ w i g 環境で数式を作成することができ、マイクロソフトオフィスやいくつかの商用アプリケーションに同梱された。これは デザインサイエンスのマスタイプの簡易バージョンであり、有料バージョンへのアップグレードを促すダイアログボックスが表示された。スタンドアロンプログラムとして、またはオーレ埋め込みオブジェクトとして使用できた。Word4Windows バージョン2.0で導入されて、以来、その機能セットは大幅に変更されていなかった。Office 2007以降、数式エディタは数式を作成する規定の方法ではなくなり、 古いドキュメントとの互換性のためだけに残されている。代わりに再設計された数式ツールが含まれている。これはオーレオブジェクトではなくオフィスプログラムに組み込まれリボンから編集できる。2018年1月、マイクロソフトは数式エディターの脆弱性に関するセキュリティ更新プログラムを公開し、これにより古い数式エディターは削除されるようになった。 ありがとうございます。